どうもボボビーアトレーのボビーーートレのです、えー、今日はですね10月28日ですかね水曜日ですね、えー、第57回目の配信になりますそれではオープニングムービーをご覧くださいどうぞ ボボビーアトレザーのボビーーーアレザのです、ね、今日の大阪はですねえー、えーえー、感じの秋晴れですねまあ今日も午前中ねえー、嫁入りというかねえー、作品をですねお届けにですね行っ、えー、てまいりましたけどねでまあそのでまあ,あ久しぶりに、えー、ねえー、感じの空やなと思いますね。えーちょっと <laughs> 楽しんでみました。さあ、あね、この番組はですね、えー、ボビー・アートレザーのー、大阪のボビー・アートレザーのアトリエからですね、生放送で、生配信かなでお届けしております、ねえー。お楽しみください。でですね、えー、今日はですね、うん、川婚式っていうことをね、 についてね、えー、ちょっとお話ししようかなと思います。ね、皮こ皮婚式あの皮ねレザーのあの皮ですよ、比較のね皮ね、えー、比較素材の皮ですね。えー、その皮のね皮を結婚式のね婚式って皮式ってね呼ばれてるみたいなんですけどね、もう今はまあわりこ割りかしこう浸透しているような感じですね。 えー、ですけどもまあ僕もね初めてこの,この業界に、えー、ねこの仕事しなかったらあー知らなかったことなんですけどねうん、えー、ねどんなことかっていうとですねまああの結婚3年目、ね、結婚3年目のご夫婦ねカップルがですね、えー 皮を,、ねまあ、をっていうか皮の皮製品ですよね皮小物とかバッグ皮のバッグであったり財布であったりうーんまあハットであったり革ジャンであったりねなまあまあそのレザーのおっしゃってたものをですね、えー、送り合うっていうそういう習慣なんですね結婚3年目、えー、それ、ね、あの欧米の方を欧米っていうかね <laughs> 欧米かってね 欧米の方にね、ではそういう習慣がどうもあるみたいですね。うんそれで,ですね、えー、ボビー・アトレーザーですもんねもうですね、えー、その革婚式にちなんでっていうかあのー、よくあのー、結婚3年目のねご夫婦がカップルがですね、えー、オーダーでね、えー、いろいろね制作させていただきましたねこれまでね。うん 例えばあーキーケースとか何か多かったですね何組かあーあのキーケースね僕はそのキーケースのことをねラッキーケースってね名前つけてますけどね、うん、やっぱりこうネーミングもねちょっと大事やかなと思ってね、うん、ラッキーケースで、ね、ペアでね、えー、お作りさせていただきましたね。うん やっぱこうキーケースを、ね、毎日、ね、使っていただいて、えー、何年か後にね終わった時にあのすごくいい感じにこう育ってるわけですよキーケースが <laughs>、ね、あのまろやかなというかレザーの表情がね、うん、ああうれしいなって思ってね、うん、いい照りと、うん、ツヤとあのなんていうかなすごいいい感じのこう くたれ感って言ったらあれやけどなじみ感、うん、もうあのその方の人生の生活生活の中にですねそのご夫婦ですよねに根付いてもうそれは3年以上経って、えー、愛が深まってるんでしょうね、うん、なんかそういうふうになんかロマンを感じますね、うん、そういうことを想像するだけでもね。 うん、でまああの革、ー、婚式っていうねそのなんで川を送り合うのかなと調べたところですね、えー、3年も例えばですね、えー、夫婦生活もですねマンネリに、えー、なりがちな時期だそうですね、うん、でまあ,あレザーのようにですね、えー、粘り強く夫婦の絆を深めてまいりましょうっていう思いがどうもあったみたいですねなんかバレンタインみたいなね, <laughs> ねうん。 なんかあ結婚3年目にはですねあのレザーをものをですね送り合うっていうことをですねしていただければ、えー、夫婦円満にカップルがあ円満に、えーねえー、なっていくんじゃないですけどねラブピースですね,ねなんかそういうふうなにね少しでも僕も関われたらあ幸せですしね、うん、なんかもう幸せなあのお手伝いをさせていただいてるなっていうのは。 1あー一年通してね感じますね今日はあ川婚式のねお話をついてですねお話しさせていただきましたねあいろいろありがとうございます見ていただきましてあ、えー、坂上さんねこんにちはねいつもありがとうございますねコメント残していただいてあのー、ね本当にえー、まあ 革、ね、小物をね、えー、僕些細なものでもいいと思いますあの普段ねああの身につけるものが、ね、あったら、まあ、お,お守り代わりっていうかさ、うん、なんかこう夫婦の絆っていうかあのそういうなのをね、えー、思っていただければあ僕も嬉しいですしね、うん、そういうハッピーなことが続くことっていうのがやっぱり、えーね、気持ちもねアップしますしね。うん まあ、そういう感じですね、今日はそんな、川、え、痕、ー、式についてね、お届けしてましたけどね。それでは、えー、今日もですね、えー、素敵なね、秋の一日をですね、お過ごしください。ボビーでした。じゃあね、バイ。